皆さん、こんにちは。今日は2024年10月14日月曜日、スポーツの日であります。昨日は創世記40章からメッセージを出しました。ヨセフはエジプトの王ファラオの検察官長と料理官長の夢を解き明かしてあげました。検察官長はヨセフの解き明かしの通り3日目に元のポジションに戻りました。その時にヨセフは彼にお願いします。どうか私のことをファラオ様に話してください。私は何も悪いことをしていないのにこの牢獄にいられているのです。では40章の14節15節を読んでもらいます。あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。ヨセフはてっきりこの牢獄からついに出られる時が来たと思ったと思います。そしてカナンの地へ帰ることができると思いました。ところがなんとこの検察官長は牢獄から出るとヨセフのことを忘れてしまったのです。23節をお願いします。ところが検察官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった。私たちはなんてひどい話だと思いますが、神様の視点からするとまだ神の時が来ていなかったのであります。今日は神の時の到来についてご一緒に考えたいと思います。神の時というのは私たちの視点からすると遅すぎると感じることがありますが、いざ起きてみるとこの上ない最善のタイミングであるということがわかります。ヨセフの願いはカナンの地へ帰ることでありましたが、神の計画はヨセフをエジプトの総理大臣にすることでありました。私たちが求めるのはポジションですけれども、神様が求めるのは私たちの品性、私たちの品格であります。それが整っていないとたとえ総理大臣になっても長続きしないからであります。ヨセフの品性が整うのにまだ2年間必要だと神様はお考えになったようです。検察官長はヨセフのことを忘れて2年経った時に、神様は今度はファラオに夢を見せます。41章の1節から7節までを読んでもらいます。それから2年後ファラオは夢を見た。見ると彼はナイル川のほとりに立っていた。するとナイル川からつやつやした肉付きの良い雌牛が7頭上がってきて、足の中で草をはんだ。するとまたその後を追って醜く痩せ細った別の雌牛が7頭ナイル川から上がってきて、その川岸にいた雌牛のそばに立った。そして醜く痩せ細った雌牛がつやつやしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くしてしまった。その時ファラオは目が覚めた。彼はまた眠り再び夢を見た。見ると1本の茎によく実った7つの良い穂が出てきた。するとその後を追ってしなびた東風に焼けた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂がよく実った7つの穂を飲み込んでしまった。その時ファラオは目が覚めた。それは夢だった。それは不吉な夢でありました。同じ意味の2つの夢でありました。ですからファラオは気になって仕方がありません。その時に検察官長はついにヨセフのことを思い出します。すぐにヨセフがファラオの前に呼ばれます。これまではヨセフは人生のエレベーターに乗るといつもどんどん低い方へと下っていったのですが、今回だけは突然高い方に引き上げられました。1回目は地下10階にまで引き下げられ、2回目は地下30階にまで下げられましたが、今回は一挙に地上100階にまで引き上げられました。ファラオの前に立ってただけではなく、外国人でありながらエジプトナンバー2総理大臣にまで引き上げられたのであります。私たちも時に神の時は遅いなと思うことがあります。しかし神は最善のタイミングを待っておられるのであります。私も脳出血発症から1年8ヶ月が過ぎました。また冬が近づくと少し怖く感じます。寒くなると血圧も上がります。釧路は外が滑りやすくなります。どうか神様、冬が来る前にまた岸和田に移動できるくらい私を元気にしてくださいと祈ります。
しかし元気になるどころか今回転換発作が起きてしまいました。神様は私の品性が整うのを待っておられるのでしょうか。ヨセフはファラオの夢を解き明かしました。7頭の太った雌牛と7つの良い穂というのは7年間の大豊作を意味します。しかしその後に7年間の大飢饉が来るから豊作の期間に食料を備蓄せよというアドバイスでありました。私も振り返るときに健康なときに松本牧師の YouTube 聖書講座をたくさん作っておいてよかったなと思います。聖書の予言によるとやがて世界には非常に厳しい時代がやってきます。その時代のことを大患難時代と呼びます。その時にも人々がイエス様を信じて救われることができるように今の平和な時代に私たちは福音を述べ伝えておくべきではないでしょうか。神の時が到来した時に備えておいてよかったと思えるようにしておこうではありませんか。突然ファラオの前に立たされた時にヨセフが神との正しい関係を持っていたように私たちもどんな時にも神様を待ち望み神に信頼し続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛します天のお父様、私たちは神の時の到来を待ち望んでいます。時に遅すぎると感じることがありますが神様は常に最善の時を用意しておられることを知っていますから感謝いたします。どうか私たちが神の時に向けて備えることができるようにいつその時が訪れてもいいように最善の備えをしておくことができるように私たち一人一人を整えさせてくださいますようにお願いいたします。またどんなに辛く苦しい時であったとしても私たちが投げ捨ててしまうことがないように諦めてしまうことがないようにどうかそんな中でもあなたを信頼し続けることができるように助けてください。今の兄弟姉妹の中で厳しい病気に悩んでいる方がいらっしゃいます。またご家族が病気のために本当に苦しんでおられる方もおられます。天のお父様、どうかお一人お一人が神の最善の時を待ち望むことができるように神様は素晴らしい時を用意しておられるということを信頼し続けて忍耐し続けて神の前に品性が整えられることができるようにお一人お一人を支えて助けてくださいますように励ましてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお一人お一人の兄弟姉妹を心から祝福してお祈りいたします。アメン。